ずぶ濡れじゃない。ブレーキが壊れて自転車ごと川に落っこっちまって。早く着替えた方がいいわよ。もうパンツまでずぶ濡れだ。ちょっと待っててね。早く頼むぞ。これじゃ事件が起きても外へ行かれんな。裸で装備だけつけるわけにもいかんし。なんだ、寺井か。コピー取るのか。そうだよ。大体発出所にコピー機やファックスなど必要ないだろ。そんな余分な金があるなら給料に還元しろって。僕に言われても。そういうことは所長に言ってよね。まったく、マッサージ機の方がよっぽど役に立つよ。びっくりした。しっかりコピーされてしまった。なんともみっともない構図だ。しかしこれは面白い。いろいろやってみよう。りゅうちゃん、ちょっとアイロンかけさせてもらうわ。まずい。何してるのよ。違う、誤解。